後付けしてるってことですね。そう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 。ピック使ってもいいけど、これな傷つけたら、うんうん、こんな感じでやるんですね。で、あ、これもうそっちまで行っとく。水入れてみれば分からん。はい、引けるの？引いてると思う。引いてます、引いてます。減ってる。あー、高いですね。結局ね。ボロボロですよね、もう。ですね。あ、そうだ。あれ切ったの。いいですね。いい色ですね。これだったらいい感じになりそうですね。綺麗。そっちも貼ってよかったよね。こっちも綺麗にする。あ、はい、お願いします。です。こっちもお願い。さすがにね。出てきますね。重ねてるだけですもんね。上から。そうそう。こっちは少し薄くしてこう重ねていくつが。へえ。ごめんなさい。あれだ。こっちはもう検査と違う。やるとき、これ蹴っ飛ばさんごと、そんなに強くねえけん、はい、ボンドつけちゃうけど、ほら、俺にもつけないけど。首絞めていいわ。うん。で、この下はどげするの？土間にしとくの？うん？土間にしとくの？うん、今してるよ。どうかな。難しいな、仕上げ。うん。最初からやったら、最初ずっときれいにしてから。きれいにしてから一件やったやろな。うん。変なところ気にしてる。頑張ってみます。あ、でもちょっと綺麗になってきたな。気持ち綺麗に。あ、気持ち綺麗になってきたくね。ちょうどあの辺を使うけど。ちょうどあの辺はその感じ。もういいわね。あとは待ちますかね。完成しました。これをあと3日ぐらい寝かせます。楽しみです。おはようございます。今日はこのを塗っていきます。こんな感じになるか楽しみです。今日はこれをモルモルです。すごいですね。ああ、でかいですね。今からこれを組み立てる。もう何十年もされてるんですか。すごい。と楽しみにどう変わるか。どうなってくるよ、昔こんなの垂れたと思うよ。すごいですよね。もうなんか私ね、何だっけ、なんか昔の左官道具のなんかの跡があるとか言ってましたよ。なんかこれはすごいね。何だからなんか名前忘れましたけど。仏壇もすごいですね。ああ、仏壇はそう、これはもうばあちゃんが。クロス屋さん、いろんな方が、おはようございます。よろしくお願いします。あ、どうも。うつだよね、うつ。すみません。早っ。いやいや、早いうちにならない。この両面です。はいはい。この入れますね。ひろ君、ここはもう両面一緒で。はい、一緒で大丈夫です。たら全然雰囲気が変わりますね。ですね。はい。楽しみ。ね、クロスも来たらまたどんどん。もう全然変わるでしょうね。今私だよね。それはもう立派なあれなしもんじゃもう全然違うもん。ね。もったいないも何でもかんでも壊してね。ね。こうやって固定したんで上がるんだ。ボーンと。ああ。玉橋なのじゃもう。これもう。私の近所でももうおらんことなんてこれぐらいの家を1軒2軒3軒壊して敷地が広ましてもうてね。はい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 。でそれをもう壊すのにやっぱり200万ぐらいかかる。ああ、そうですよね。で昔もね、土壁とあれやったら土と竹があったらもう仕分けせんと。はい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 。ものすごくごめんなさい嫌がる。へえ。もう本当大変じゃん。それなら完成したらまだいい。そうですね。いや、本当最初の感じともう多分もう全然違うので、今どこ掘ってたの？あ、上はもう掘りました。上ってもう上から出す。ああ、上から。上を。ああ、そこを掘ってたんですね。へえ。あ、でそこからガスを通すような。ガスを通して。はいはい。お願いします。はい。今日は左官さんが来てくださって、今ちょっとだけ穴が開いてるとこ防いでくださってるんですけど、下塗りを左官さんがしてくださって、その上からまたこの下の珪藻土を塗っていきます。こちらキッチンも来ました。終わりましたね。すごい。このパネルを取ったらどう変わるか楽しみです。わあ、すげえ。さすがやな。これは何を塗ってるんですか？パテです。平らにするやつです。壁を。あ、平らにするやつ。はい。あ、そういうことか。そういう穴というか、溝をね。溝を埋める。すみません、よろしくお願いします。はいはい。角をするんですね。いうことで床を剥がしまして、台所はこんな感じです。今日はクロスも貼っていただきまして、こういう感じになりました。綺麗な台所です。でこちらで、台所は今ちょっと荷物を置いて、これをまた直していきます。トイレはどうなってるのか。綺麗な花柄と、下は今まだ養生テープしてる柄ですけど、こんな柄です。綺麗です。いいね。板がつきまして、壁がついたので、ここをまたちょっと整理して、ここがまた作業と畳をね入れ替えてもらうので、その準備をしてもらう、準備をしていきます。どうでした？見てなきゃ。全部見て。全部見て。トイレ見た？トイレ。あ、トイレまだ見ちょらんけん。また明日見る。いや、今見ない。もういい。もう蓋見れた。はい、じゃあさよなら。さよなら。おはようございます。今日はこちらの場所を塗り上げていきます。全部ちょっと悪かわかんないですけど、頑張っていきます。あともうちょっとでできますね。そうですね。楽しみです。はい。全然雰囲気が変わりますね。こうね、クロスとかいろいろ変わると、最初のトイレではないみたいな。いきます。よいしょ。一回もこうですね。完成つくんですね。いい感じで。ああ、こんにちは。お疲れ様です。いい感じにクロスができました。できてます。ああ、そうなんです。検査行きました。いい感じですよ。あ、ここもそれつけて忘れちゃった。何を？あ、いやいや、ここもクロスだったの忘れてました。ああ、そうか。お世話になります。いい感じですね。で、電気がついたんで。はい。さあ、夜になりました。あとこの2つともう1個、こちらこの3つで一旦この部屋の壁は終わりです。今日はこちらの作業をしていきます。終わりました。ここに畳がきます。こちら久々豪華ですけど、豪華になってトイレも完成しました。いい感じです。でグループもあって、こっちのグループもあって、先ほどお店に戻るとロックハウスに。もこういうね、ちょっとしたゼロゼロは味だと思ってます。綺麗に一応できました。そこは上、その白の板は無料。